ベトナムの首都ハノイは豊かな歴史と文化が息づく魅力的な都市です。古くから続く伝統的な街並みと近代的な建築が共存するハノイは、訪れる人々に多彩な経験を提供します。ハロン湾やチャンアンなどの自然の絶景から、ホアルー遺跡やタンロン遺跡といった歴史的名所まで、見どころが盛りだくさんです。またハノイ旧市街やドンスアン市場では地元の人々の生活を感じることができ、バッチャン村では伝統工芸品の製作過程を見学できます。そこで今回はそんなハノイのおすすめ観光スポットをご紹介します。ハロン湾はハノイからおよそ 170km 離れた場所に位置するベトナムを代表する世界遺産です。およそ1600もの島々と奇岩が点在する広大な湾は、エメラルドグリーンの海と相まって神秘的な景観を作り出しています。1994年にユネスコ世界自然遺産に登録され、その美しさは多くの観光客を魅了しています。ハロン湾を訪れる際はハノイ発着のツアーがおすすめです。日帰りツアーや1泊2日のクルージングなど、さまざまなオプションがあります。クルーズでは鍾乳洞の探索や水上漁村の見学、シーカヤックなどのアクティビティも楽しめます。また日の出や日没時の幻想的な風景は特に印象的です。チャンアンはハノイから南へおよそ 100km に位置する世界遺産で、陸のハロン湾とも呼ばれる絶景スポットです。およそ2億4000万年の歴史を持つカルスト地形には48もの鍾乳洞が連なり、奇岩、気泡が織りなす神秘的な景観が広がっています。チャンアン観光の最大の魅力は、およそ 2,3 時間かけて楽しむ手漕ぎボートクルーズです。緑豊かな渓谷や穏やかな水面、切り立つ断崖絶壁の間を緩やかに流れる川を下りながら、水墨画のような風景を堪能できます。ホアルー遺跡はベトナム最初の統一王朝である仁朝の都が置かれた古都で、チャンアン観光と合わせて訪れることができる重要な歴史的スポットです。ハノイからおよそ 100km 南に位置するこの遺跡は、10世紀末から11世紀初頭にかけて栄えた王朝の面影を今に伝えています。遺跡内には仁朝と霊朝の王を祀る寺院や、当時の建築様式を反映した石造りの門などが残されており、ベトナムの古代史を学ぶ上で貴重な場所となっています。ダムコック川はニンビン省にある美しい自然景観で、チャンアンの一部として知られています。ダムコックはベトナム語で3つの洞窟を意味し、石灰岩の山々に囲まれた穏やかな川を小舟で巡る景色は絶景です。ダムコック川のボートツアーでは、のどかな田園風景や水田、切り立つ石灰岩の奇岩、鍾乳洞を通り抜けながらおよそ2時間かけて川を下ります。地元の女性たちが足で漕ぐ伝統的な手漕ぎボートに乗り、ゆったりとした時間の流れを楽しむことができます。バッチャン村はハノイ中心部から南東におよそ 10km、 本川沿いに位置する1000年以上の歴史を持つ陶器の里です。バッツは蜂、チャンは場所を意味し、その名の通り陶器製作で有名な村です。バッチャン焼きは日本では安南焼きとして知られ、古くから茶人に愛されてきました。この村では伝統的な陶器製作技術と現代的なデザインが融合し、
独特の魅力を持つ陶器が生み出されています。観光客は陶器工房を見学したり、自ら陶器作りを体験したりすることができます。ダンロン遺跡はハノイの中心部に位置する重要な歴史的遺産で、2010年にユネスコ世界文化遺産に登録されました。この遺跡は11世紀から19世紀にかけてベトナムの政治の中心地として機能した王宮の跡地です。ダンロン、昇龍という名前は李朝の初代皇帝李太東が遷都した際に付けられました。遺跡では歴代の王朝の建築様式や生活の痕跡を見ることができ、ベトナムの豊かな歴史と文化を体感できます。特に注目すべきは発掘された遺構や出土品で、これらはベトナムの歴代王朝の繁栄を物語っています。ハノイ旧市街はホアンキエム湖の北側に広がる活気あふれる地区で、ベトナム語でポーコーと呼ばれています。この地区はかつての商業都市の名残を色濃く残し、現在も個人商店が道沿いに軒を連ねる魅力的な観光スポットです。36の通りが職人の街として知られ、それぞれの通りが特定の商品や職業に特化しています。例えば絹製品、宝飾品、漢方薬、仏具などを扱う専門店が集まっています。旧市街の中心にあるドンサン市場や週末のナイトマーケットは特に人気があり、地元の人々の生活を垣間見ることができます。ハノイ大教会セント・ジョセフ教会はハノイ旧市街の中心に位置する荘厳なネオゴシック様式の建築物です。1886年に建設されたこの教会はベトナムで最初に建てられたキリスト教会であり、フランス植民地時代の遺産として知られています。その高くそびえる2つの尖塔と黒ずんだ外観はパリのノートルダム大聖堂を彷彿とさせ、ハノイの街並みに独特の存在感を放っています。教会内部は白を基調とした壁と高い天井、きらびやかな祭壇が特徴的で、ステンドグラスの美しさも見どころの一つです。ホアンキエム湖はハノイ市の中心部に位置する美しい湖で、カンケン湖とも呼ばれる歴史的に重要な場所です。この湖はハノイ観光の拠点として多くの観光客が訪れる人気スポットとなっています。湖の周囲はおよそ 2km で、散策に適した遊歩道が整備されており、地元の人々や観光客の憩いの場となっています。湖の中央には亀の塔タートゥアがあり、ベトナムの伝説と深く結びついています。伝説によると15世紀にレロイ王が中国の侵略軍を撃退した際、この湖に住む神の亀が王に剣を授け、勝利後にその剣を返還したとされています。ドンスアン市場はハノイ旧市街の中心に位置する活気あふれる屋内市場で、地元の人々の日常生活を垣間見ることができる魅力的なスポットです。1889年フランス植民地時代に建設されたこの市場は、ハノイ最大の公設市場として知られています。市場内では新鮮な野菜や果物、肉、魚介類などの食材から衣類、雑貨、お土産品まで幅広い商品が取り扱われており、ベトナムの食文化や生活様式を直に体験できます。特にベトナム料理の食材や調味料を探すのに最適な場所で、地元の人々に混じって買い物を楽しむことができます。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。